ルアってこういう人だからこそどんな時も踊ることができたのかな。屈強で硬いけどそれでいて透き通ってるんだ、氷みたいに。クレイ、こっちだ。来た来た。ワイヤお兄ちゃんは大盗賊で、栄翼士のお兄ちゃんは騎士、パイモンちゃんは騎士の隣にいる妖精。うん、それじゃあこの管理人兼マスコットが冒険任務をそれぞれに託していきますよ。舞台に上がった経験は終わり？照明が当たれば全ての視線は舞台にいるものに注がれる。うん、私はちょっと。ママは最近忙しくてなかなか遊びに連れて行ってあげられないけど、ママのお友達がね、クレイをぜひお家に招待したいんだって。